ない奴は後ろに下がっていろ。ご覧ください、ミスターサタンの勇姿です。それでは帰りましょうか。お城でお風呂に入ってさっぱりと。邪魔だ、俺一人でやる。やめてくれビル様。お疲れのご様子で。しばらくは目を覚まさないでしょう。プリンのことは忘れないと思います。さっさと帰って。ではごきげんよう。花提灯まで演出するなんてらしくないんじゃないですか。悟空さんを認めて 100% のパワーを出したなんていうのは。お疲れ様でした。とさ、お神様になった気分どう。神様になったわけじゃねえぞ。ん、今度はおめえの番だな。俺は自分の力だけで強くなってみせる。そう、お前は瞬間移動ができるはずだ。このままでは終わらんぞ、ドラゴンボール。僕トランクス君のとこ行ってくるね。修行だ。おう、体もこの通り元気になってさ。だねえよ、こないだいいって言ったじゃねえか。ほら、さっさと仕事に行くべ。カカロット、必ずお前を超えてみせる。サタン広場にお集まりの皆様、我らがヒーロー、ミスターサタンが到着です。我々と同レベルの知性を持つあの種族はおりません。ミスターサタン、お疲れのところわざわざお越しいただきありがとうございました。破壊の神の襲来だったのだ。破壊の限りを尽くす邪悪な神と。またしても地球はミスターサタンに救われたのですね。ミスターサタン、逃げてください。宇宙人です、宇宙人が現れました。大使到着したみたいです。この星に破壊神ビルス様を撃退した勇者がいると聞き、スースースーなーなーなー。破壊神を撃退したのは私だが。あなたが。このサタンにかかれば破壊神など敵ではありませんよ。我らが英雄ミスターサタンは今や宇宙のヒーローとなったのです。我がスナク星の勇者ガルビとお手合わせいただきたいのです。サタン、出てくれ、ご飯くん、ご飯くん。なんで誰も出ないんだ。まずいぞ、まずいぞ。試合開始か。いざ勝負。頑張れミスターサタン。いやでもこれはミスターサタン、あんたの試合だからな。何、あのような素人と戦えだと。今に見てる、ぶって投げるぞ。悟空さん、そんなとこで何やってるだ。うち、うわいざ尋常に勝負。本当に破壊神を倒したのか。うわおかえりなさい。
よし、その正体はパンちゃんの心を奪うサタンめ。ならばこれでどうだ。首も座らねえ赤ん坊を放り投げて、赤ん坊の頃から戦いばっか見せて、パンちゃんには立派な武道家になってもらい、この子をそんなもんにさせる気なんてねえべ。誰が何と言おうと武道家なんかにさせねえだ。の試験受かったんだ。美容室に行く乙女の邪魔をするから正義の裁きを下したのよ。わかった、すぐ行く。どうですか。いや、面目ない。私も言い過ぎてしまいまして。パンがどう育っていくかはビーデルがゆっくり決めたらいいべ。クリリンさんからもお願いします。サイヤ人にオラたちの苦労は分かんねえだ。ウィスさんのところに修行だって言っちゃって。ベジータが半年以上も地球に帰ってねってどういうことだ。なあブルマ、ウィスさん次はいつ地球に来んだ。なんか連絡する方法ねえんか。ほんとしょうがねえじいさんだべ。ダメだ、捕らえらんねえ。遠すぎんのかな。ソンくん、なんでそったらもんもらってるだ。そっか、悟空さんもいいおじいちゃんしてるだな。来ねえな、来ねえな。悟空さんもいいおじいちゃんしてるだ。あれ、ブルマか。ベジータ、ウシさんとこで修行してんだって。オラもビルス様みてえに強くなりてんだ。構いませんよ。まずはブルマさんとお食事をしますので行きましょうか。母さんにバレたら父さん殺されちゃいますよ。いえ、これからですが。これをこう。終わったか。色が変わりました。それでは終わったか。どうぞごゆっくり。オラはそこで待ってっからよ。よし、じゃあウィスさん。父、しまった。父、そんなこと言わねえでさ。ちょ、ゴテンは黙ってるべ。おい、ちょっとだけ、ちょっとだけだから。時間かかりそうですね。修行してもっと強くなってんだ。やっぱりちまっただ。こうなったらなんと派手にぶちかますわよ。当然ドラゴンボールはないけどすごい景品用意するわよ。遠慮はいらねえからな、バンバン来ていてくれよな。結構。お帰りか。おお帰りなさい、ウィス様。ん？よ、久しぶり。ビルス様もぐっすりお休みのまま。はい。どうしても私の元で修行したいというものですから。すげえなベジータ、そこまで力つけるなんてよ。変なエプロンつけてし。そこに触れるな。根を上げる前にさっさと帰った方がいいんじゃないのか。しょんべんしょんべんしょんべん。私はこのスイーツをいただいてきますので。はい、ウィス様。ビルス様が寝てるんだ。大声出さず静かにしろよ。このてっけえ蛇みてえな像はなんだ。知らん。これつけて修行するんか。下手に起こすとこっちの命がないぞ。バカ野郎。わりわり、バカ。
減ないからな。じゃあどうすんだよ。ビルス様、は？ビルス様本当に寝てんのか？いい。いいぞ。カカロット。煮干し、おいしい煮干しですよ。はい、そのまま。うわー、いてててててて。これはただの家事手伝いだ。言っとくがカカロット、家事手伝いは他にもまだまだあるぞ。俺より先に終わらせるなと。負けねえぞ。終わった。あなたには新しい道着を用意しておきました。新しい道着？よし、始めっか。と、お、こ、おえち。見てろ。に、が、く、く、上がったぞ。走らないと道がなくなってしまいますよ。うわっ、く、うえち。ちょっとペースが早すぎますかね。あれって、なんだ。今じゃわかる。まずい！こんなもの食えるか！かろうじて生きていましたか。よかったですね。俺死ぬかと思ったぞ。おじけついたなら帰れ。明日は朝6時に叩き起こすからな。まだ2人のレベルはようやく神の気が感じられるようになった程度。さらなる先の世界は見えませんからね。予言魚さん、お二人のことを心配しているんですか。ウィスさんと戦えるんか。あ、初めてだ。ですが悟空さんも同じです。オラも。全然スピードが足りませんね。確かにベジータそういうとこあんな。やかましい。克服できればどんな危機も回避できるんですがね。実は勝手に判断してくれませんからね。他の星でも戦っていますので、わずかな兵士しか送れません。シャンパ様、着きましたよ。いいからやれ。次だ。Thank you.
優雅にアイスをいただいてから腹ごしらえに行こうではないか。我が軍にとってフリーザ様の復活は本当に必要なのかどうか。そんなひ弱な考えで復活したフリーザ様の幹部が務まるのか。さあ、蘇れ。